はい、皆さんおはようございます。いや、昨日もね、風邪気味だったんですけどね、夕方修行に行ってきましたよ。それでね、いくつか気づいたことがあるんですよ。まずね、寒い。日が暮れると寒いですね。だから撮影行くときはやっぱりあったかい格好して、まあ、もしくはそれを持っていかないと、防寒ですね、防寒に注意っていう、それがまず一つですね。それとね、私これまでハンディカムで撮ってて、ハンディカムの760って結構ハードディスクの容量がでかいんでね、あんまり気づかなかったんですけど、このネックスにしてからこれはハードディスク内蔵じゃないんで、 SD カードもしくは他のね、記録媒体入れなきゃいけないんですよね。だけどね、あれね、でこれ3枚、 64GB で3枚で1万円ぐらいの買ったんですよ。安いのはダメですね。管理ファイルが壊れてますって言って、せっかく撮った画像が全部パーになるんですね。だからちょっと次からもうマイクロ SD カードは安いのは買わない方がいいと思いました、私はね。まあ、でも3000ぐらいして、1枚3000いくら、64GB で3000いくらだったかな。でも管理ファイルが壊れてますってね、なっちゃうんですよね。だからせっかく撮った画像がダメになっちゃいますんで、あんまり安いメディアは良くないなっていうことに気づきました。あとね、私もうダメです、ボケてます昨日実はコンタクトしてたんですけど、コンタクトだとね、どうしても近くが見えないんですよ、この年になると遠視なんでねで、まあそしたらコンタクト取っちゃって、眼鏡でね、見りゃいいやって、昨日ちゃんと眼鏡もね、出かける前にこの中に眼鏡ケースも入れてね、で向こうに行ったら案の定近くが見えないんですよ。でね、メガネケース出してパカッて開けたんですよね。メガネ入ってない。あ、そうね。マイクロ SD カードもちょっと、だからその前の晩マイクロ SD カードが壊れちゃって、せっかく撮ったのがね、動画がダメになってるっていうんで、パソコンでなんとか修復しようとしてたんですよ。そういうソフトをダウンロードしてね。だけど、それをパソコンに挿したまんま。でもね、出かけるときにね、予備の SD カード持っていこうかなって思ったんですよ。だけど、まあ、これね、ここの袋の上のここのところに SD カード入れるところがあるんですよね。だけど、まあいいや、次からでなんて思ってね。で、撮ろうと思ったら、カメラの中に SD カードが入ってない。ボケボケや。まあ、要はアルツハイマーが始まってるっていうことでした。まあ、でもね、いや、やっぱり難しいですね。あともう一つね、そのこうやって一眼で構えてるとやたら人が話しかけてくるんで、動画撮ってるとね、割と人話しかけてこないんだけど、こうやって一眼レフでかけてると、みんなスチール撮ってると思うでしょうね、やったら話しかけられるんですよ。音とか撮ってるとダメ、台無し。でもせっかく話しかけてくれるのにね、すいません、うるさいとか言えないしね、あー、しばらく話してね、あ、申し訳ない、ちょっと音も取ってるんでいいですかなんて。だからこう腕章がなんかつけてね、録音中とか録画中って書かないとダメかもしれませんね。まあ以上、そんなことでした。まあちょっと朝からね、今日もまだ風邪気味なんだけど、今日も朝修行してきました。で、あともう一つ気がついたのはね、朝日が出る寸前の色の変わり方を少し分かってきたって。まあ、今日もだから朝日出る瞬間ね、月取ってたらね、まだいいかななんて思ってね、まさに登ってましたね。まあいろいろ修行も大変だってことですね。まあ、やっぱり修行はね、毎日しないとダメですね、物事なんでも。でもね、昨日渡辺さんにも言われたんですけど、やることが早いですねって。いや違うんですよ、私ね、好きなことにはね、もう全然、まあ誰でもそうでしょうけど、好きなことは楽しいからね、すぐやっちゃうんですよ。もう嫌なことは嫌々だから、私の場合最後までやりませんからね、最後に回して昔からそうです。だからこんな大人になっちゃいました。皆さんは決して真似しないように。それでは皆さん、チャオ。